実を言うと僕も、まあ、ちょっとそこまでのレベルではないんですけど、当時高橋由伸はいはいいました、ね、大学から同じ同級生で、彼は慶応で明治で行って、はい、でまあ、あの僕も皆さんがメディアの人は勝負を楽しんでいる巨人と、うん、僕も解説をしながら、どういう勝負をするんだろうと思ってました。ありますよ、そうですよね、はい、他の松井さんとか清原さんというのはあの必死で抑えに行くんですけど、由伸、うん、との対決だけはちょっと違う感情、勝つ負け、もう個人的な問題が出てくるんですよ。なるほど、このチームは勝つ勝たんじゃなくて、なるほど、今後のストーリーに影響していくから、うん、こんなとこで打たれたくないし、なるほどいろんなことがあるんですよ。なるほど、ですからちょっと僕も楽しみたいっていうところもあるし、はいはい、絶対抑えたいっていうのもあるんですけど、うん、で一球フォークで、まずあんまりフォーク使わないんですけど、フォークで違う変化球でまず様子見て、様子見る、そしたら振ってこないだろうと思うんですけど、彼は必ず初球振ってくるよね。来るよね。もうなんで初球で俺は三振取りたいそなるほど、なるほど、最後は外のカットとか、あのまあ一番いやらしい遅いカーブが組み立ててるわけだよね。っていうのにちょっとまずフォークでまず一球あいつの様子見てくれと、 それを手出してこれが痛烈ヒットと、甘かったら本当痛烈ヒットとか、うん、からあなんかこうボテボテとか。でもそこでね、由伸君が打ちに行って、ね、アウト取ってもじゃつまらないわけだね。なんかね、アウトの取り方もありますね。ああなるほど、だからアウトの取り方もなんかショートゴロも一番なんか投げててなんか勝ったんだけど、うん、なんかこう繋がらないっていうか、次になんか繋がらないっていうのがショートゴロのなんかまあまあそれなりの強いドド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 ドなんかこうもっとセンターフライのポーンとか上がったりとかだったら、なんかこうなるほどなるほどほんほんほんってなるんですよ。わかるわかるわかる。なんかショートゴロのボトボトボトとかセカンドのボボボボンとかいうのがもっとちゃんと打てよ、もっとなるくもうなんかしてくれんかなとで、それを思ったのが新人の時の対決で、ずあの大学の時結構やられたんですよ、ホームランか三振かっていう感じで、で大学時代も5本か3本ぐらいホームランを打たれて、三者まあまあ取ったんですけど、はい、でプロもちょっとそれぐらいの覚悟してたんですけど、はい、入ったら全然打たないんですよ。なるほど、これ大学の仕留めてたろうっていうのを全然仕留めれなくなって、うんうん、力んでるのか何か考えが違うのかな、うん、それともプロの配球って変わったかなってずっと思ってたら、うん、最後の打席ぐらいにもう9月ぐらいに、はい、20打席目ぐらいに打たれたのがホームランだったんですよ、はい、その時に打たれた瞬間に超東京ドーム特大ホームランを打たれて、はい、打たれた瞬間に思ったのはこのバッターひょっとしてホームランしか狙ってなかったなと。あ、その打席はね、いや、全打席、あ、全打席か、はい、で、なるほど、僕は新人を取りたかったので、うん、必死であれこれもうあの手この手でスローカーブだったりシュート使ったりやってたんですけど、うん、ホームラン打たれた瞬間にたった1本ですけど一瞬ガッツポーズしようとしてたんですよ、由伸は。で、まあ、やめたって感じなんですよ。ああ素晴らしい。これを見てそのまあまあ打ってる瞬間ってピッチャーってあのランナー見ちゃうので 見るよね。でこの動き見るので由伸がセカンドベースの瞬間にこう上げようとしたらやめたっていうのを見た時に思いました。こいつ絶対ホームランずっと狙ってたと。じゃあなんでそんな勝負してしまったって悔いなんで男気を感じて、うん、そこからあやっぱり俺たちはこいつとの勝負はやっぱり正々堂々と常にやっていこうと思って次の年からやったらどんどん打たれるでもね今の俺ね話を聞いてなんかすごくやっぱり今のプロ野球に足りないものがそこなんじゃないかなと思うわけ。やっぱりちょっと演技力ではないですけど、うん、ショーですから。でしょ、まあ、ショーっておかしいですけど、そのエースと言われるピッチャーってのは、はい、まあ、こういうことをエースの方には失礼なのか、まあ、かもしれないけども、打たれる美学って必要じゃない？あります。もうピッチャーって、うん、僕だけではないと思うんですけど、一番悔しいのはやっぱりホームランなんですよ。あ、ホームランは絶対打たれたくないんですよ。分かります。でホームランを打たれた時に僕はどんなに打った瞬間もう絶対ホームランでも、うん、見るんですよ打球を。見るんだ。はい、うん、一回も見ずにホームラン入ったことはないと思うんですよ。あ、そうなんだ。何百本か打たれてると思うんですけど、うんうん、打たれた瞬間にもう超特大でも見て何思うかっていうと、うん、何か風が急に吹いたりとか天井に当たったりとか、はいはいはい、あと名古屋ドームだったら天井とかあるので、うんうん、とかなんか鳥とかに当たって落ちてきてくれるんだなとか、うんうん
いう願いを込めるぐらいあるんですよ。あ、そうなんだ。だからホームランっていうのは多分おそらく江川さんも掛布さんのホームランっていうのは意外と相当答えてたんじゃないかな。いやだからね、一度この後この2人の話の中でね、彼が面白いすごいなと思ったのは、まあ、僕が4打席対戦をして、はい、で僕がじゃあ、4打席4打席で2本ホームラン打ったと、はい、それで巨人が勝った、巨人が勝った、それで、はい、わかります。僕がホームラン2本打って、はいはい、巨人が勝った、うん、で、はい、僕が4三振して阪神が勝った、はい、どっちが、うん、どっち選ぶって言った時に、うん、はい、掛布の4三振、はい、ですよね。そういうもんなの、ピッチャーって。ピッチャーそういうもん。そのチームの勝敗を度外視して、はい、まあ高橋由伸君だったらそれを4三振取るんだっていうのにこだわりを持つ分ってあるんだ。巨人は特別それがもう一人いたので、そういうのが松井さんっていたので。いましたね、いましたね。だからちょっと厄介だったんですけど、わかりますね。そのまあもう一つ僕の場合は吉野は別なんですけど、はい、特に松井さんは特にそういうふうに思うんです。あ、そうなんだ。要は松井さんをしっかり抑えないと未来も次の試合も結局はどっかでやられると。あ、そういうことか。 ですから 3,4 点取られて松井さんに2本 ホームラン打たれて、カープも勝ったっていう、中日が勝った、勝ったとしてもすごい次が怖いんですよ。そういうことだ。1年間の戦いを考えるわけだね、はい、やっぱ怖さが残るので。それだったら8番バッターとかに2本ホームラン打たれて、うん、ギリギリ勝っただったら、なるほど、みんなだらしないなって言われるんですけど、はい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 、心の中で全然何も思ってないんですよ。あ、そうか。ってことは先発のそのローテーションを1年間守るピッチャーってのは、はい、そのゲーム打たれた打たれないとかじゃなく、打たれることによって、はい、1年間そういう恐怖というか怖さをありますね、背中に背負ってしまう分ってあるわけなんだ。生まれてもなんかこうって残って、それもピッチャーによるかもしれないですけど、外国人はいいです。あ、なるほど。はい。ってことはメジャー行ったら楽だったの？メジャーはもうだからもうあんまり気にしなかった、はい、そうなんだそれは、はあ、やっぱり日本の選手っていうのはなぜか日本人の選手、やっぱ長い戦いになっていくっていうのも分かるし、うん、あ、そうかそうか、そうだね、歴史がついていくというのもあるし、やっぱり数字が残るわけじゃないですか。残る、残る、ね、一生なんだすんな、ね、これっていうのがやっぱり自分の方も残るかもしれないですけど、うん、その相手側の選手も川上からずっと何だすなんだとか、多分日本人の人は多分一生残っていくと思うんだけど、そういう意味では同じ思いは。いやだから笑顔はね、俺お前に一番ホームラン打たれてるんだよってのすぐ言いますもんね。だから打たれてなくても少ないホームランのすごく記憶が残っちゃう、インパクト。なるほど、はい。だからもうヒットとかそういうのは覚えてないんだっけ。覚えてない。僕もヒットよりやっぱりそういうことでしょ。ですから高橋由伸君にホームラン、まあ、5本6本打たれてもほとんどシーン、そのこういう場面のシーン覚えてる、覚えてます。でだから僕がアメリカ行く前の最後のホームランは、うん、クライマックスのあのあそこに打たれたホームランとか、はっきり、しかもアウトコースの145キロの東京で投げたすごいホームランで終わったのと、一番最初が東京ドームで145キロぐらいの内角のそれと右中間の奥深くに入れられたとか。覚えてるんだ。覚えてますね。すごいね。でもね、そういうバッターとピッチャーのちょっとこだわりのある対決っていうのは、うん、お互いのレベルをこう、はい、上がっていくよね。上がります、うん、ですからそうだよね。僕が1年目入った時にまずドラフト1位で選ばれたけど、正直本当にプロでやっていけるのか、ローテーション入っていけるのかっていう不安もあったんですけど、メディアの方とか周りの人はそんなこと一切気にもしてくれなくて、さあ川上は新人を取れるのか10勝できるのかとか、そんなことで、いやまず僕がプロ野球人として本当に成功するのかしないか不安な中で、高橋由伸は野手ですから常に試合出ていくわけじゃないですか。1ヶ月足らずにもう6本ホームラン打てます。あいつが3割打てます、ね、ってなってくると、うん、何が起きてくるかっていうと、負けてたまるかっていう感じなんですよ。なんであいつがそんな気打つんだとかなってくると、いつの間にか自分の成績出るか不安、一軍でやっていけるかじゃなくて、自分は今日勝たなきゃいけないんだ、なるほど、こんなところで負けてる場合じゃないと、そういう風に考えてると、イメージで言うと彼が3
3割で15本ぐらいホームラン打つと、はい、僕はもう10勝しとかなきゃいけない、そういうことだよね、新人王の勝手に計算していくんだ、なるほどなるほど、彼らが2割7分8分9分よしホームラン10本、うわもう俺 6勝どうなんだ、2桁かなあかんと、足りないぞとかなんかいろいろそうなっていくうちに終盤になってくると、なんかあれもうチームで1位2位の数字が出てるし、出てるわけでしょ、なんなら防御率も2位になってるし、そういうことでしょ、原神が開幕当時じゃないってことでしょ内海監督にあれはないんじゃないのって言ったの、なんとこういうお話ができて、これが分かるだけでもなんか、いやいやいや何をしちゃいます